ハイコなんです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。今日はですね、隠しステージに出てくるあの強敵ドラゴンナイトレジェンドチャップをですね、特殊能力持ち妖怪なしで倒したいと思います。そしてその後で難しいミッションの攻略もねやっていきます。さあ皆さんはね、もうドラゴンナイトレジェンドチャップ倒せましたでしょうか。さあやっていくぜ。強敵です、ドラゴンナイトレジェンドチャップ。強すぎる。さあ使う妖怪はこちら。ちょっとね HP の高い妖怪をね選んでいます。魔人デアファルコン、少しの間攻撃力を大幅にアップする。スキルがあります。ダメージを受けた時に技ゲージがアップする。そして青龍シャドウ、これはね使いません。まあ HP が高いので入れています。スキルがね HP が0になった時一度だけ回復、これもいいよね。そして自慢発弾、こちらもね使いません。まあ HP が高くて、そして自身の妖怪プニがつながりやすくなる 1.7 倍ということで、結構ねフィーバータイムに入りやすい。覚醒ネズミ男、こちらもスキルがねつながりやすくなる 1.7 倍なのでフィーバータイムに入りやすいです。そしてアタッカーは超覚醒オロチルライト、技レベル5です。スキルがあります。サイズ4以上のデカプニを消すと技ゲージがアップする。こんなニョロロンパーティーでいきます。結構ね難しいんだよね。まあいかに早くフィーバータイムに入れるかなんですけども、だいたいね HP500 残してフィーバータイムに入れば勝てます。フィーバータイムに入ったら攻撃力アップからのアタッカー打ち込み。まあ魔人デアファルコンをね持っていないっていう人は、まあ他のね攻撃力アップの妖怪を代わりに使うんですけども、その場合はね2体重ね掛けしないとね倒すことができません。なのでおすすめはねやっぱりデアファルコンみたいなね超アップでアップしておいてアタッカー、これでワンパンできるんで、これならねまあ無理なく周回できるんじゃないかと思います。おっと何も落とさないと。まあ結構ねこれなら高速周回できます。極の試練やっていきます。レベル5ランドのステージ29をランク A 以下の妖怪のみでクリア、100ポイント。こちらやっていきます。さあステージ29はウィスパーですね。さあ行くぜ。使う妖怪はこちら、バン、攻撃力アップです。そしてノリカ、ダメージカット。居眠りドラゴン、単体攻撃。そして小僧丸、縦一直線に妖怪プニを消す。そしてアスト。さあこんなパーティーでいきたいなと思います。敵はねウィスパー1体なんで、まあ、攻撃力アップしておいて、まあ、必殺技単体攻撃系叩き込んでいけば、まあ、いけるんじゃないかと思います。で、まあ、サポートに、まあ、回復とかねダメージカット入れてやると、まあ、比較的簡単に攻略できるんじゃないかと思います。さあ皆さんはねどんなパーティーで攻略しましたでしょうか。そのあたりまたコメント欄で教えてください。まあ、今回のイベントでゲットできるキャラ結構ね強力なのがあるんで、まあ、特にねランクに関係なく使っていけばいいんじゃないかと思います。まあバンについてはね7つの大罪コラボイベントでゲットしたキャラになりますけども、まあ他のキャラについては稲妻イレブン、そしてファンタジーライフオンラインのねコラボキャラレベル5キャラを使ってます。さあフィーバータイム入りました。さあ好物与えましょう。このウィスパーもね欲しいんだよね。まあすでに仲間にしていますけども、まあたくさん仲間にして技レベルを上げていきたい。さあ居眠りドラゴン、小僧丸、そして強力なアスト。まあアストはね B ランクアストでもねなかなかかっこいい。さあこれワンフィーバーでいけるかな。おいったぜフィニッシュ。
おっと、アイテム落としたぜ。ウィスパーの好物はソフトクリーム。さあレベル上げていくぜ。そして7ポイント。さあミッションの方はクリアです。さあ次はですね、レベル5ランドのステージ34でうすら影族の最大ダメージ1万以上、超経験値玉、こちらやっていきます。まあ、1万以上って言うとね、結構難しいよね。使う妖怪はこちら、覚醒風丸。攻撃力アッププラスダメージカット、スキルがあります。復活ですね、 HP が0になった時復活する、まあ、結構貴重なキャラだよね。そしてシンデレラ隊長、攻撃力アップです。スナックワールド、そしてハイザキ、今回のねアタッカーとして使います。自分が消えるほど強力。ちょっとね使い方が難しいかな。まあ自分をねたくさん消すような感じにしてやると超ダメージが出ます。そしてレイトン、攻撃力アッププラスサボり、そしてスキルがあります。自身の技ゲージが溜まった状態でスタートする 15%。 そしてドラゴンナイトビネガー、攻撃力アッププラスデカプニを作る、これもね非常に強力。そしてスキルは高血の種族効果アップ。さあこんなパーティーでやっていきたいと思います。まあアタッカー以外はね攻撃力アップ、すべて攻撃力アップです。なので、まあ、攻撃力アップを重ね掛けしておいて、まあ、うすら影族のハイザキ、まあ、ハイザキでねデカプニを作ってやって、そのデカプニをねハイザキで消してやると結構ねダメージが出るんですよ。まあ自分が消えるほど強力だからね。まあなので、まあ特にねうすら影で強いやつ持っていない人でも、まあ持っているね攻撃力アップをかき集めてやって、まあハイザキもしくは他のキャラでもいいんですけども、ダメージ出せそうなキャラ使ってやるといいんじゃないかと思います。おっと、ちょっとポイント玉がね邪魔ですね嬉しいんだけど邪魔だね。これ普段こんな降ってこないんだけどね、どうした。もうちょっとね連打で壊していきましょう。結構連打で壊すとね硬いんだよねさあ適当にね壊しておきます。超高速連打、このタッチペンの弾力を使ってやっていく。さあ攻撃力アップはすべて溜まりました。ちょっとハイザキのデカプニ作ります。ダメージ1万なんで結構だよね。さあ風丸、攻撃力アップからのシンデレラ隊長、そしてレイトン、ドラゲナイトビネガー、さあそしてさらに膨らめのペンギン、おお1500きたね、超ダメージ。そして最後とどめペンギンでいきます。フィニッシュ。まあまあまあいい感じでしょう。これで一応ねミッションの方はクリアです。1万なんで結構しんどいよね。さあそして14ポイント、さあミッション報酬いただきます。超経験値玉、これは嬉しい。でもそんなに伸びきっていないでごわせ。そう、そこが不良品なのよ。ママが開発したそのパンツはね、超伸縮自由な素材でできてるのだから。それではドラゴンナイトレジェンドチャップからレアアイテムのメローラのパンツ狙っていきます。一番欲しいアイテム、まあ、ドラゴンナイトレジェンドチャップね、まあ、確率でアイテムを落とすらしいんですけども、その確率がね相当低いみたいっていうことがねコメント欄のコメントとかで分かってきました。僕はねスキルの秘伝書はもうすでに2冊落としています。なので、まあ、残りのねメローラのパンツ、そしてクリスタルソード、オールスターズコイン、こちらをねゲットしたい。ちょっとね落ちるとこを見てみたい、本当に落ちるんだっていうところをね。特にメローラのパンツこちらが欲しい。これはね30分間獲得 Y ポイントアップということで、 Y ポイント稼ぎには非常に役に立つアイテムなので、やっぱり欲しい。
さあフィーバータイムに入れて、おっと溜まっていねえ、社長がやべえ、社長溜まなかった、もうフィーバータイム外でもいいや、打っていこう、攻撃力アップからの社長、おっとフィーバータイム外だとワンパンできませんね、やべえ、復活スキルで復活しの社長、さあフィニッシュ、社長無敵じゃねえか、おー来たぜパンツ来た、まあ、ただの変態やねベローラのパンツ来ました、普通に嬉しいです。